ダイナチャンネル。お待たせいたしました。とんでもないです。おはようございます。おはようございます。今日久々になんかスカート珍しくないですか。はい。どうされたんですか。春なので。春なので甘辛ミックスを。さすがでございます。はい、春なんで。はい、はい、じゃあ出発いたしましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ドキ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 。あ、ちょっとどうなるか分かんないよね。まあね、はい、まず聞いてみよう。うん、聞いてみましょう。うん、はい。もしかしたらあなたたちは両方20本ずつ入れないと無理ですとか言うかもしれない。そうだよね。何を寝ぼけたことをおっしゃってるんですかって言われそうだよね。そうそう、3本みたいな。はいみたいなさ。そうだよね。うん、かもしれないしさ、現実は。うん、現実はね。うん。え、でもし今日さ、それでさ、うんうん、その値段とさ、うん、本数が見合ったら、うん、英子さんは施術なさるおつもりですか。はい。すごい、どうしたの。え、どうしたの。いや、値段が見合ったらだよ。見合ったら、うん。見合ったら引き伸ばす理由はないじゃん。うん、そうね。見合うかどうかが問題で。そうね。うん。全然恐れはないんですか。ありますよ。本当？うん。痛みには強いって言ってたじゃん。なんかさ、その入れることへの恐れは大したないんだよ。うんうん。っていうよりは、そっから沼ることへの恐れだから。ああ、なるほどね。うん。あっちもこっちもってね。そうそうそう。はい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 、はい、とか、うん、なんか永遠に繰り返さなきゃいけないんじゃないかっていう恐れ。ああ、なるほどね。うん。まあそこはね、想像していても分かりませんので。そうなんですよ、ね。はい、ご経験なさればどうなるかは分かると思います。なんかさ、うん、その01が結構問題じゃん。まあね、もう1まで行ったらさ、うん、そっからはさ、まあ、でもそんなさ、英子さんはちょっとここをちょっとさ、うん、気になってる程度でしょ。はい、うん、だって他にさ、目を、私は目を大きくしたいとかさ、鼻を小さくしたいとかさ、いろいろあったわけだけど、まあね、うん、A 子さんはってパーフェクトフェイスだから。いやいやいや、それはさ、もちろんいろいろあんだけど。ある？あるよ。え、もうちょっと目を小さくしたいとか。い、目はね、小さくなってきましたよ。あ、本当？やっぱりしょぼくれてきた。うん。A 子さんのさ、理想のご自身のお顔ってどれでしたっけ。こんな感じ。これだしいいんだっけ。こっちですね。こっちですね。はい、はい、うん、でもこれはさ、さすがにやっぱり作られすぎだよね。で、比べたらさ、うん、全然違うもんね。全然ではないけどね。うん、うん、いやでもちょっと、でもさ、10万円以内だったら 何本なんだっけ。4本4本ぐらい、3本、そう、4本8本、あ、そう、そんくらいで多分10万円ぐらい。10万円ちょいぐらいだよね。うん、そうだよね。いやでも15万とかを払いたくないんだよね。うん、絶対に。そうね。どうする、まさかそんな予算で来たんですかみたいな感じだった。本当だよね。反省して帰るしかないよね。そうだね。うん、で、あとはあれじゃない、私見たけどさ、うん、今いっぱいさ、その顔の筋肉を鍛えるみたいなさ、うん、あの動画転がってんじゃん。それ見てもう一生懸命やるしかない、なんか自力でね。うん、いや自力もな、ちょっと私には限界が、限界があるような気が、ね、なんかこういうやつ、あーね、あるね。え、ダイナさんはどこを目指してるんですか。私は、あ、今日、はい、今日は、まあ、リフト、あ、リフトはね、うん、マイナス5歳ぐらい。あ、うん、で最終形っていうか、まあ、今のところこの人みたいな感じみたいな。最終形は行けたらまずは天海祐希さんみたいな。あ、いいとこですね、うん、からの雰囲気的に、うん、からの、でも第一孫さんみたいになれたら最高よね。そっち系なのね、うん、図画系なのね、やっぱり図画系だね、うん、本当は
竹下恵子さんみたいな柔和な感じでさ、おっとりしてさ、ほんわりした感じ。だって松坂恵子がいいって言ってたもんね。あ、そう、あ、ごめん、松坂恵子だ。竹下恵子はあれでしょ。あ、違うね、あのクイズに出てたでしょ。ヒントでピントだっけ、なんだっけ、なんかそれ系ね。え、恵子さんは私桐島かれんさん。桐島かれんさんも最近さ、まあ結構ね、年なり年相の、自然だよ ね。そうそう、 その自然、私結構自然な感じがいいんだけど。あ、本当？でも十分自然じゃん。そうそう、自然すぎて、こうなってるんだけど、はい、もうちょっとね、もうちょっとね、気を使うと自然できたり難しいですね。ダイナチャンネル、今日は暖かいね。ね、暖かいね。こんな感じ。はい、この辺だよね。そのね、それを超えて、なんか2階って書いてあった。あ、本当？それを超えた先の、ご予約時のお名前ながらフルネームでお願いいたします。はい、お二人様ともご予約されてますか？はい、ありがとうございます。前からお部屋ご案内させていただきます。あ、はい。お部屋は別で大丈夫ですか？あ、多分一緒にカウンセリング受けられるっていうふうにお電話で伺ったんですけど、私はなんか何度かあるんですけど、初めてなのでちょっと不安だということで、はい、一緒にご案内させていただきます。いいですか？すいません。はい。ダイナさん、やっぱり芸能関係のこの家族業。やめて。夜の仕事？私は昼のお仕事だよね。私は専業主婦かな。いや、その他かな、 YouTuber かな。芸能関係、芸能関係サービス業。そうだね。 YouTube チャンネル、ダイナチャンネルって書いてある。回答って言いました。ありがとうございます。ありがとうございますね。もう気にされてる箇所なんて全身ですよ。デンさん、VIO も脱毛済みですか？ VIO もしました。つる？あ、あの、残してある。ちっちゃく。さすがに全部は勇気がありませんでした。全部結構考えるよね。老後ね。そう。ケアの時ね。そう。まあ、ちょっと今後やってもいいかなとは思うけど。するって、でも結構見る方もさ、びっくりしないのかね。まあ、びっくりするかもしれないよね。でも慣れてるかもしれないよ。ケアの人はもうすでに。そっか。はい、私はかけました。ありがとうございます。すいません。一緒に確認させていただきます。はい、ダイナチャンネル。さてさてさて、どう？変わった？すっごい上がった。ほら、英子さんも上がった。心なしか上がった気がする。気がするよね。気持ちだけね。目の錯覚かな。ね、ライティングかな。ライティングかな。結局やりませんでした。はい、結局私たち今回何もしませんでした。はい、はい、なぜ、ちょっと日を落ちちゃいました。本当？はい、金額感だね。そうだね。最初なんか、あの、高い方のリフトアップだと全額で120万とか言ってたよね。で、それをモデル価格で半額にぐらいになりますって言われたけど、それはもちろんやりませんと。はい、安い方の最低でも私たち世代になると12本は必要ですねって言われて、6本ね、うん、それがいくらだっけ、もともとは。もともとは15万。15万だっけ、割引の前。前割引の前が15万で、割引して15万か。15万だよね、なんか、あの、モザイク入れてモデルになって。そうだそうだ、15万。で、それでもちょっと今回は15万もさすがに出せませんのでって言ったら、麻酔なしにして、それでもちょっと12万って言われたから、10万ポッキリになったんだよ。そう、麻酔なしなら。そうだね、私たちが10万くらいでって言ったら10万になったんだよね。そうね。
10万になるんかいと思ったけど、うん、それでもね、うん、ちょっと今回どうしようかなってゴニョゴニョしてたら、はい、結局最後8万9000円になったんだよね。粘れば粘るだけそう安くなるってことが分かりました、うん、最初の値段で決めちゃダメだね、うんうん、半額とは言わないにしても、うん、ね、そうね、さすが工場ごとに長けていらっしゃる。いえいえ。ちょっとびっくりしました、うん、でもさ、それでさ、やらなかったけど、うん、でもやったら変わったかな。いや、変わると思うよ。じゃあ今回はちょっと肩透かしになってしまいましたが、はい、うん、現状が分かったってことで。そうですね、はい、はい、じゃあそろそろ締めますか。はい、これ動画になるのかな。分かった。はいってやつでしょう。うん、染みてます。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。動画へのグッドボタン、コメントなど書いていただけると励みになります。チャンネル登録をしまだ知りない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、インスタやツイッターもやっているのでフォローしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。すごい、したっけね、したっけね、あ、言いたかったやつしたっけね、したっけね、したっけね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ただいま。どうですか、わかりますか。わかる、わかる、どの辺。どの辺がわかります。私のわかる、触ったらあれする。んわかる、触ったら痛い、痛い、痛い、わかる、わかる、どの辺。全然違う。全然違うっていうか、この辺はあんまり上がんなかったから、これ上げたいって言ってたじゃん。うん、あれ、来てねえな。あれ、何や、おめえ何やった、こんな時間まで。え、おい、6時間も経ってると。おい、まあ、いろいろあるんですよ。午前中だってさ、うん、あのカウンセリングとかさ、引き止めにあったりとかさ、料金が高すぎて、最初15万って言われて、じゃあ、もっとすごいのは120